皆さん、こんにちは。皆さんには推しの声優がいますか？声優といえば、アニメや洋画の吹き替え、ナレーションだけでなく、最近では俳優や歌手、タレントなど、マルチに活躍している人が多い印象です。そんな声優には、声優同士でユニットを組んで、音楽活動をしている人たちがいます。そのユニットは、同じアニメでの共演がきっかけであったり、アニメの中で演じたアイドルグループを、声優たちが実際に現実でもグループで活動したりと様々です。そこで今回は人気声優アイドルグループランキングをお伝えします。11位はクレシェンドブルーです。クレシェンドブルーとはアイドルマスターミリオンライブに登場するユニットです。しずしおというカップリングの知名度を上げ、漫才ユニットプップカプリンを生み出すなど、ミリオンのカップリング界隈にも影響を与えたユニットです。また月3ミリオンライブでも同ユニットが結成、単行本4巻では新曲が収録されました。クレシェンドブルーではないのでご注意。リーダーとしてみんなをまとめようとする静香と他人となじまない潮の衝突を中心に展開されます。また潮は初期の一匹狼の頃に戻ったような性格になっており、 P からはいろいろな声が飛び交いました。セリカのとある事情、マイペースなプップカプリンの2人など不安要素の多いこのユニット、こんな調子で PSL は成功できるのかという声も聞かれています。メンバーは最上静香役の田所あずささん、北上麗華役の平山恵美さん、北沢潮役の天宮そらさん、野々原茜役の小笠原咲さん、箱崎セリカ役の朝倉桃さんです。ジジは良い乙女です。アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージで結成された特別ユニットです。アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ内で開催されたイベントライブグローブビジュアルバースト第4回で結成された特別ユニット、メンバーが25歳26歳 ×2 28歳で、平均年齢は 26.4 歳と、デレステオリジナルユニットでは最高値です。なぜか放り込まれた永遠の17歳に関しては、楓曰く年齢よりも楽曲のイメージに合っているかが大事とのこと。このコミにてシュガワがウサミンをパイセン呼びしていますが、この呼び方はアイドルとしての芸歴でなのか、単純に年上としてなのかは不明です。その後その点をミユーから問われていますが、心はごまかしています。持ち歌は命燃やして恋せよ乙女。ユニット名はメンバーが揃った時点でプロデューサーから告げられました。直後に楓が、宵に咲く花のように遅咲きであったとしても乙女のようにありたいですものねとコメントしていることから、彼女の命名という可能性もありますが、真相は不明です。ですがコミのエンディングにてこのユニット名に隠されたもう一つの意味が明らかとなりました。メンバーは高垣楓役の早見沙織さん、阿部奈々役の三宅麻里恵さん、佐藤真役の花森ゆみりさん、三船美優役の原田さやかさん、片桐さない役の脇あずみさんです。9位はアイワンクラブです。アイワンクラブとはテレビアニメウェイクアップガールズ、または劇場版ウェイクアップガールズ7人のアイドルの劇中ユニットです。劇中の設定において、以前にアイドルプロデュース経験のある社長兼プロデューサーの白木徹が東京の墨田区押上げにおいて設立したアイドルユニットです。白木独自の哲学による規律をもって運営されており、規律に従えない者は問答無用で辞めさせられています。後に全国で活躍する大型ユニットとなり、作中の現在ではアイワンクラブ全体で200人を超える巨大アイドルグループになるほか、専用シアターを全国にいくつか設けられています。組織構造としては I1 チームの下部に I2 チーム、さらにその下に I3 チームがあります。 I1 チームの中でもフロントメンバーがおり、差別化されています。劇中の第5話にて I1 クラブ仙台シアターこけら落とし公演のため仙台を訪れていたフロントメンバーは、劇場版から作中 CM に出ていた近藤、岩崎、吉川、相沢の4人であったりします。音楽プロデューサーは島田真由脱退後に早坂タスクを迎え、楽曲提供を受けています。モットーは
人間である前にアイドルである。休まない、愚痴らない、考えない、そしていつも感謝です。続劇場版青春の影ビヨンドザボトムにおいては、連続ミリオンが終了しミリオン割れが起こったため、世代交代を目論んだチーム S チーム M に分かれ、センター争いの CD 売上対決の試作が行われました。結果、2代目センターである志保が率いるチーム S が敗北し、モカが3代目センターになりました。しかしゼネラルマネージャーの白木の仕掛けにより、福岡に新たに立ち上げられるユニットネクストストームに移籍しました。メンバーは近藤舞役の加藤恵美里さん、岩崎志保役の大坪由香さん、吉川愛役の津田みなみさん、相沢菜乃花役の福原香織さん、鈴木玲奈役の明坂さとみさん、鈴木もか役の山本のぞみさん、小早川きな役の安野清野さん、高階梨花役の上田玲奈さんです。8位は放課後ティータイムです。声優ユニット放課後ティータイムは TBS 系アニメ軽音の主要キャスト5人の声優で構成されています。メンバーと声優はギター&ボーカル担当平沢優役の豊崎亜希さん、ベース&ボーカル担当秋山美代役の日笠陽子さん、ドラム担当田中律役の佐藤さとみさん、キーボード担当の琴吹紬役の琴吹美奈子役、ギター担当中野あずさ役の竹達彩奈さんです。オリコンチャートでは2010年10月26日付のアルバムデイリーランキングで初登場1位を獲得。初日だけで5万枚以上売り上げる猛烈なスタートを切りました。以降29日までの4日間にわたり1位を守りました。また同年11月8日付週間チャートでも前作放課後ティータイムに続いて2作連続で1位となり、初動売上枚数も前作初動の約2倍となる 12.7 万枚を記録しました。売上は2週目でファーストアルバム放課後ティータイムの累計売上を上回りました。またアニメキャラクター名義としては史上初の初動10万枚突破作品となり、声優のアルバムとしても林原めぐみさんのイラーバティに次ぐ初動第2位となりました。月間順位では声優関連アニメキャラクター名義のアルバムとしては過去最高の3位にランクインし、オリコン史上初の2ヶ月連続トップ10入りを記録しました。2010年の年間チャートでは36位にランクインし、オリコン史上初めて声優によるアルバムが年間トップ50に入りました。また日本レコード協会より2010年10月度ゴールド認定作品、2012年度1月度プラチナ認定作品と発表されました。軽音関連の CD のゴールド認定は第1期第2期を通して今回が8作目となり、プラチナ認定は今作が初となりました。なおアニメキャラクターの CD によるオリコンアルバム週間1位は長らくこの作品と前作放課後ティータイムのみでしたが、2015年にミューズのミューズベストアルバムベストライブコレクション2が首位を獲得したのを皮切りに多くの作品が首位を獲得し、現在は1位獲得はそう珍しくはなくなっています。しかしながら初動売上10万枚を上回って週間1位を獲得したキャラクター名義のアルバムの記録としては破られていません。2020年4月時点では21世紀に発売された女性キャラクター名義の CD で最も売れた作品となっています。7位はトライセールです。トライセールはミュージックレインに所属する声優朝倉桃さん、天宮そらさん、夏川椎名さんの3人により構成される日本の声優ユニットです。所属レコードレーベルはさくらミュージックです。2014年に結成され2015年から活動を開始しました。トライアングルガールズユニットとも称されています。ユニット名は天宮さんが考案し、挑戦するという意味のトライがかかっているほか、トライセールが悪天候時に使用する穂であることに由来し、どんな時でも前に進んでいけるようにという願いも込められています。ユニット内にリーダーは置かれておらず、その代わりにそれぞれが得意分野で引っ張っていると明かしています。メンバーは自身たちのことを
お祭りマッスルユニットと評しています。2023年に開催されたライブツアー、ローソンプレゼンツトライセールライブツアー2023スーパーブルームを、曲ごとの世界観への入り込みや切り替えがちゃんとできていたと振り返りつつ、ラピスなどの楽曲で表現される見せるトライセールの一面と、アドレナリンやカレーワンターンなどでの楽曲でお祭りのように会場を盛り上げるマッスルなトライセールとしての一面、その両極端を一つのライブの中でやりきれることがユニットの魅力であり、トライセールにしかできないこととして確立できていると語っています。6位はスターテイルズです。テレビアニメスロースタートの主要キャスト、近藤玲奈さん、峰内智美さん、伊藤彩紗さん、長縄まりあさんによる声優ユニットです。オープニングテーマ「ねねね CW 夕焼けと一緒に」を2018年1月24日に発売、シングル「ねねね」の転着日となった1月23日には東京池袋サンシャインシティ噴水広場でシングル発売記念イベントを行いました。このイベントがスターテイルズとして公の場へ登場する初めての機会となりました。会場には平日にもかかわらず大勢のファンが集まり、上階の吹き抜けスペースも埋め尽くすほどの大にぎわい。ステージに上がった4人は場内を隅々まで見渡りながら手を振り声援に応えました。そしてみんなの前に出るのは初めてだし、あれやろっかと事前に決めていたスターテイルズの決めポーズを披露しようとするも、一度目は息が合わずあやふやに、私たちスターテイルズですと指先で星を描く決めポーズが2度目にして決まると、場内には大きな拍手がこだましました。イベントではスターテイルズによる初のミニライブが行われました。1曲目に歌われたのはスロースタートのオープニングテーマに採用されたシングル表題曲「ねねね」。4人は会場の皆さんに一つお願いがと曲中に入る掛け声を事前にレクチャーし、いざ本番へ。メンバーは緊張の面持ちながら観客の後押しを受けて初のパフォーマンスを成功させました。続いて披露されたのはシングルのカップリングに収められた夕焼けと一緒に、これは作詞を岩里優穂さんが、作編曲をヒャダインこと前山田健一さんが手がけたメランコリックな楽曲で、バレエを思わせる4人の華麗なダンスも見どころです。メンバーのうち峰内さんはスターテイルズとしてのパフォーマンスはもちろん、イベントでライブを行うこと自体が初体験となりました。峰内さんはスロースタートで自身が演じるキャラクター徳良子のイメージを反映してか、他の3人よりも落ち着いた様子でしたが、2曲を歌い終えたところでめっちゃ緊張した後胸の内を告白、でもみんなが一緒に練習してくれたからなんとかできましたと、短い準備期間の中で共にレッスンした3人への感謝を伝え、安堵の表情を見せました。これで持ち歌の2曲を歌い終えたスターテイルズでしたが、伊藤さんは今日は特別にね亀井ちゃんと、近藤さんをスロースタートの役名である一ノ瀬花の名前で呼びかけます。最後はスロースタートのキャラクターソング集スロースタートキャラクターソングアルバムステップバイステップから近藤さんが一ノ瀬花名義で歌うみんなありがとうが初披露されました。アルバムは北川勝利さんのプロデュースで、スターテイルズメンバーと MA5 さん、内田真彩さん、沼倉真奈美さんの7名によるキャラクターソングが収められています。近藤さんのみんなありがとうはスローで優しいシャッフルビートが終盤に変化するバートバカラック調の楽曲でしたが、伊藤さんはノルウェーの朝みたいな感じ、峰内さんはスターバックスで流れてそうな感じ、長縄さんは雪国の夜みたいな感じと、それぞれ自身のキャラソンの印象を明かし、伊藤さんは総じて言えるのは超おしゃれと付け加えました。5位はアイドリッシュセブンです。2015年から配信されているスマートフォン向けアプリゲームアイドリッシュセブン、神風怪盗ジャンヌなどで知られる漫画家種村有奈さんがキャラクター原案を担した男性アイドル7人のユニットアイドリッシュセブン7が活躍します。
様々な困難を乗り越えながらトップアイドルを目指す彼らと、そのライバルの男性アイドル3人組、トリガーの成長と絆を描き、女性ファンを中心にアイナナの略称で親しまれ、圧倒的な支持を得ている作品です。2018年1月からは待望のテレビアニメが放送され、さらなるファンを獲得した本作の魅力は、アイドリッシュセブン7のメンバーに歌って踊れる人気男性声優を起用した点です。グループの要で歌唱力抜群の七瀬陸役には、自身も精力的に音楽活動を行う小野賢章さん、アイドルとしての完成度が高いスーパー高校生泉依里氏役には、ミュージカルや舞台への出演経験もある増田俊樹さん、豊かな表現力を持つライレル兄貴的存在の二階堂大和役には、声の表現だけでなく身体表現も得意な白井雄介さん、伊織の兄で小柄ながらエネルギッシュなパフォーマンスを披露する泉美月役には、同じメンバーの江口拓也さんらと音楽ユニットを組む与永翼さん、マイペースな性格ですが圧巻のダンス技術を見せる四葉玉木役には、声優活動をする前からアーティスト活動を行っている健さん、歌もダンスもオールマイティーな大阪総五役には、少年のような高いトーンの声が魅力の阿部敦さん、北欧系ハーフで筋金入りのアニメオタク六夜凪役には、高身長で抜群のスタイルの持ち主江口拓也さん、さまざま作品でメインキャラクターを公演してきた人気と実力、そして歌唱力に定評のある7人が集結しています。2018年1月から5月にテレビアニメが放送されると新規ファンも急増。埼玉メットライフドームで初ライブアイドリッシュセブンファーストライブロード2インフィニティを開催しました。国内外の映画館からのライブビューイングを含めると約12万人のファンが参加したことで、アイナ人気の高さが証明された。ゲーム&アニメに登場するキャラクターたちのような衣装に身を包んだ声優陣は、歌だけでなく迫力のダンスパフォーマンスも披露し、ファンを熱狂の渦に巻き込みました。この日のライブにはアイドリッシュセブンのライバルトリガーの九条天役の斉藤壮馬さん、八乙女学役の畑野渡さん、綱師龍之介役の佐藤拓也さんに加え、テレビアニメ第2期からの登場が期待される2人組 RE リバーレの桃役の星総一郎さんと、千役の立花慎之介さんも登場し、圧倒的な歌声と華麗なパフォーマンスでファンを魅了しました。この記念すべき初ライブのダイジェストが BS スカパーとミュージックオンテレビでそれぞれオンエア。約90分のボリュームで構成された内容は、各チャンネルでオンエア曲などが一部異なるため、どちらも見逃せないプログラムとなっています。この機会に今勢いに乗るアイドリッシュセブンの圧巻のステージをその目で確かめてほしいです。4位はスフィアです。スフィアは寿美奈子さん、高垣彩日さん、戸松遥さん、豊崎亜希さんによる声優ユニットです。それぞれが個別で声優としても歌手としても活動しています。メンバーは全員2005年から2006年にかけて開催されたミュージックレインスーパー声優オーディションの合格メンバーで、そのオーディションの最終審査では、高垣さんと戸松さんが同組で、寿さんと豊崎さんが同組でした。2007年以降ミュージックレインガールズとして4人でイベントやライブ活動を行っており、それらのイベントの中で4人でカバー曲を歌う場面も見られますが、その後2009年2月15日に開催されたミュージックレインガールズ春のチョコ祭りにてユニットを結成し活動していくことが正式に発表されました。2009年4月22日デビューシングルフューチャーストリームを発売。2017年6月からスタートするツアーの終了をもって、ユニットとしての音楽活動は2019年の結成10周年に向けての充電期間に入ることが、2017年3月4日での国立代々木第一体育館でのライブ初日に発表されました。その間もスフィア名義のラジオ番組は継続されていました。2019年2月に舞浜アンフィシアターにて行われたスフィアチョコ祭り2019とスフィアライブイグニッションで充電期間が終了し、
音楽活動が正式に再開されました。ユニット名のスフィアとは天球や円を意味し、4人の歌声を一つの円のように調和させるようにとの願いを込めて名付けられました。このためユニットのロゴは土星をモチーフにしたものになっています。またこのロゴに描かれている4つの光は4人のメンバーを表しています。なおユニットとしてのイメージカラーは青色です。スフィアポーズという自己紹介の時にするポーズがあります。これは手のひらを広げて親指の先と中指の先をくっつけるものです。じゃんけんの時は殴り合いでしょうという掛け声をします。これはナインスシングルハイパワードの歌詞に探り合いでしょうという部分があり、そこが殴り合いでしょうという風に聞こえたことに由来しています。3位はミューズです。ミューズはメディアミックス作品群ラブライブに登場する架空の9人組女性スクールアイドルグループおよびそのキャラクターの声を演じる声優たちによる実在の9人組女性声優ユニットです。ユニット名の由来はメンバー数と同じく9柱であるギリシア神話の文芸の女神ムーサの英語フランス語読みのミューズ。リリースされた楽曲はすべてキャラクターとしてのミューズがリリースしたものとされており、同作品やシリーズの派生作品コラボ作品で使用されています。反面全く無関係の作品でのタイアップはありません。人気の理由として各種アニメーションでのライブシーンにおける振り付けを担当声優が忠実に再現したパフォーマンスやキャラクターを実在のアイドルと思わせ応援しているかのような施策を次々と打ち出していることなどが挙げられています。テレビアニメ化後は男性ファンのみならず女性ファンも増加しているといいます。ランティスの担当音楽プロデューサーである木更洋平さんは他作品と比べてライブイベントの需要が高いと分析しています。グループ名の読みが薬用石鹸のミューズと同じことから、アニメではほのかがミューズと聞くと石鹸と返すシーンがあります。ミューズの公式ツイッターも同じ読みの親近感からたびたびミューズ関係のつぶやきを投稿していることが話題となりました。ミューズとミュージックを掛け合わせてミュージックという表現を用いることがあります。メンバーは高坂ほのか役の新田恵美さん、綾瀬えり役の南條瑠乃さん、小鳥役の内田彩さん、園田海役の三森鈴子さん、星空凛役の飯田里穂さん、錦木の巻役のパイルさん、東條のぞみ役の楠田愛菜さん、小泉佳代役の久保ゆりかさん、矢沢にこ役の徳井青空さんの9名で構成されています。リーダーは高坂ほのかとされています。グループ内に3つのミニユニットを結成しています。また課外活動限定のユニットとしてニコリンパナことほの海ことほのまきのぞまきえりが存在します。掛け声はミューズミュージックスタート。現実のライブではメンバーの転校の際に南條瑠乃さんが叫んだ後に自分たちもミューズの10人目のメンバーだという意味合いを込めて観客が10と叫んだ後、新田さんのミューズの掛け声の後にメンバーと観客がミュージックスタートと叫ぶのが恒例となっています。2位はサマプリです。アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ内で行われたイベントライブグローブビジュアルバースト第3回で結成された特別ユニット、バラドルでもキラキラしたい。リーダーは川島瑞希という1枚の企画書のもと、川島さん自らメンバーを選定して結成した正統派アイドルユニット。ユニット名も彼女が命名したもので、サマーをもっと熱くするプリンセスたちの略です。メンバーは遠山奈央さん、赤崎千夏さん、鈴木絵里さん、春野七海さん、伊達有沙さんです。メンバーをご覧の通り非常にバラエティ班な5人が集結しています。ただし川島さんのみクール属性で、残りのパッション組のメンツの濃さに染められたのか、この時だけ川島さんがパッション扱いされることもしばしば。また鈴穂さん、恵美さんの2人は初めて楽曲を任されており、晴れて2人の CD デビュー楽曲となりました。1位はアフターグロウです。ブシロードによる
メディアミックスプロジェクト、バンジードリームの一環として誕生しており、ブシロードミュージックに所属しています。ライブでは主に桜あやねさんがボーカルとして参加しているほか、三沢シャチカさんがギター演奏を披露しています。またバックバンドとしてレイズアスイレンが参加しています。2020年2月2日に開かれたトークイベント、アフターグロウスペシャルイベント、いつも通りの放課後デイズでは、アフターグロウのメンバーが全員揃って登場しています。このユニットは同学年の幼なじみたちによって結成されたという設定を持ち、バンド名は夕焼けに由来しています。プロジェクトのサウンドプロデューサーを務める上松則康さんは、発表会で公開されたビデオメッセージの中で、アフターグロウの音楽性を直球のロックであると説明しています。また同バンドの楽器構成はシンセサイザーを配したシンプルな楽器構成であり、メロディに重きが置かれることから、岩橋聖馬さんが楽曲の制作に携わっています。歌唱にあたり、さくらさんは常にランが歌っていることを意識していると、アニメとのインタビューの中で話しています。別の作品でキャラクターソングを歌う際は、もしこのキャラクターがカラオケで歌うときはどうするのかといったイメージをすることはあるものの、本プロジェクトでは高校生の若い感性で一生懸命歌っている様子を大事にしているとさくらさんは説明しており、このような歌い方は本プロジェクトならではだろうとしています。さくらさんは自分が歌が得意ではないという意識をプロジェクト当初から持っていたと前述のインタビューの中で話しており、なぜ音楽を中心としたコンテンツに自分が選ばれたのか考える日々が続いたと話しています。1曲目の That is how I roll の時点ではバンドの設定もあり、世間の受け止め方を意識するあまり緊張してがむしゃらになってしまったのかもしれないとさくらさんは推測する一方、2曲目や3曲目の時点では、これは高校生のガールズバンドだからうまいことだけが大事なわけではない、一生懸命さが伝わるように歌おうと考えると気持ちが楽になったとも話しています。いかがでしたか？今回は声優アイドルグループランキングをお伝えしました。アイドルグループはまだまだたくさんあり、これからも増えてくることでしょう。気になる方はいろいろ調べてみてくださいね。これからの声優の活躍にも目が離せません。期待して注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。